経緯、その説明してあげて。まず見てもらおうか。いや、見せる前にさ、本人から内容聞いた方がいいと思う。どうの？いや、どう？内容聞いてみ。邪魔なの？言ってみ。ゆぶちくん。はい。はい、言ってみ。はい。来はったよ、偉いさん。説明してるので。なんでこうなったか。説明して。最初、毎週10年から20年ぐらいで、40年から40年ぐらいなんですけど、で、その中の一人がレジやってて、絡めてくるときに、水入れてって言われました。で、その割り方は、できないので、嫌ですできませんって言って。それで、うちのトイレは、店員、座る店は店員を使ってくださいと書いてあるけれども、勝手にスタートに乗ってたわけで、勝手にスタートが上がるようにやってしまった。で、そのことに関して、だから、本になって、別の方が、今何つったって言って、なんか、反応することに反応してたんで、いろいろ揉めてるのがあったんですけど、揉め出したんやろ、内田さんといて俺これ手術して、いや今年1月に、はい、で、6週間ずっと完全固定やねんやつか。ちょっと分かった。はい、ほんで固さあったよな。ほんで、一人の方が楽しみたんですけど、インデオですね、チーズカットのインデオを僕に投げつけてきたんです。それで投げつけてきたことに関して僕は腹立ったんで、ここまではめちゃくちゃあるから。裏の辺で帰るって言って、で、そのまま言い合いが続いてしまって、ちょっとこの方に言うと頭おかしいんじゃないかって言ってしまって、で、その後は、一文字終わった後に逃げたんですけれども、で、例えば本当の後に缶コーヒーが投げつけられてきて、その後にどことかなってるけど、にアホって言ったら言ったんですね。謝ったのがいいじゃんかって言われたから、そういうのですねって言ったんですね。そのまま、彼はそのまま終わったんですけども、で、レビューと戻ってきて、で、携帯かざしながら、こっち向いてとか言ったり、こっち見てって言われたんで、で、カメラ、スマホを使って見てくれるんで、別に、こっち用意して見えないんで、ちょっとカメラ見てもらってくださいってことを言ったんですけども、見て続けて、で、その時、謝りましたって言ったんですね、撮った後に。で、向け続けて、こっち向けって言うと、もう一回ちょっと手が入れたらしいんですよ。それがカメラっていう証拠あるの？俺の画像見るか？お前映ってんの、これに。シャッター押す瞬間に。シャッターって何のシャッターなの？いっぱい、これいっぱい、機能あるから、いっぱい、どれがシャッターか分かんの？あなたに。じゃあ。あなたの画像が載ってるんですか？いや、人の携帯を撮るのはよろしいんですか？だから僕はやめてください。何度もお願いしたのに向けられるんで。いや、じゃあ何度も向けてへんやん、俺普通に歩いてきただけやん。携帯持って。携帯と財布かと思って。横向いて縦向けてました。なあ。縦向けようが横向けようが俺の勝手じゃん。なあ。
なお前そんなん言うんかこら悪いおいこらなおいこらお前携帯取ったお前ちゃうんかこらそうすみません今今こっちの本部の偉人に経緯説明なんですいませんちょっと待ってくださいもう申し訳ないちょ、お前黙れって、お前。なあ。ちょ、お前、黙れって、ほんま、おい。もう、携帯取ることええんか、ほんだ。お人の携帯取ってええんか。なあ。お前、だから反省してへんやろっちゅうねん。なあ。一本話してへんやんか、お前、こら、悪い。なあ。なあ。おい、こら。なあ、思ってや、こら、はよ。なあ。おなおい、携帯取っていいんか？いや、携帯は。なあ、横向けようが、縦向けようがな、人の携帯取ってよろしいんか？お、聞いとんねん。俺は新規、な、お前聞いとんねん。どっちや、答えろ。なあ、なあ、それがカメラか、何かわからんかっても携帯取っていいんか？人の携帯を。なあ、濡れてるって、汚い手で。なあ、なあ、こいつまで言い訳しとるやんけ。なあ、なんか今だけ謝っとったんちゃうんか、おっさん。あ、こら今はあ、こら悪れ今は経緯説明をっていうことだよ。なあ、うるさい、黙れ、こら、お前、ほんま。説明なあ、こら、お前。なあ、なあ。なあ。だから、経緯説明やから、そこだからって何、こら。誰に口聞いてんわ、お前、お前。なあ、おい。ええって何、こら、おい。いやいや、って何、こら、お前。なあ、おい。もうようしゃべらんのか。なあ。なあ。いやお前泣くんで今の説明をさせていただいた外にね、経緯説明をいやこいつ言ってもほんなら何やん今だって反省して謝っとったんちゃうんかはい、なあ、それ縦向きようか横向きようか関係あるんかお前においこら、俺の携帯がおいこら、関係あるこらなあなあ、はい、なあ、俺の携帯が横向きようかな縦向いてようか関係あるのか取ったことが事実やろ、はい、取ったことが事実やろなあ、取っていいんか、人の携帯なんだから、お前携帯は取ってるやん、どっかほかしてるやんけなあおいなあ、なあ、言い訳ばっかり抜かしとんねん、お前、こら、おい人の携帯取ってよろしいんすかなあ、縦向けようか、横向けようか、紙だかなんかわからへんけどなあ、それが紙だかなあ、ちゃうかとどないすんねんちゃうかったやんけ。なこいつが、な、映ってんのか画像でも見たのか一画でも見たのか映ってんのかどないすんねん。こいつ汚い油のな、泡ついてな、水でな、俺の携帯触っとんねん。なあ、俺取り上げられてんねん。で、笑いないで謝られてんねん。なあ、それでよろしいんかなあ、全部親父が被ってさ、なあ、何も話にならへんがやん。なあ、なあ、なんか言ったら携帯が横向いとった、縦向いとった、関係あんのか財布と携帯持っとったら、なあ、とんのか人の。なあ、ひったくりちゃうんか、それ。犯罪じゃん。謝ってすげへんやろ。ちょ、お前もう謝んないで、臭いから。なあ、お前臭いからな。なあ、もうお前たまらんねんて、俺。もうここ入ってる時代で。なあ、気分あんなんねんて。なあ。じゃあ、謝っていいの？じゃあ、お前、ケダ、ほら、出してや。ケダ取った俺も。謝る、俺も。ごめんなって。こっからって謝られてんねん。ずっと、こうやってこうやって。煽ってこられてんねん、こいつに。なあ。だから、旗ってんねん。なあ、笑いながら。なあ。なあ、アイディサウジ。なあ、アイディサウジ。なあ、早く。
な、オッケー、たとえでも名前も住所も全部教えてるから、な、パクリンくらいで一番パクリンって構わないんだ。はい、最後、な、な、おい、クソガキ、お前みたいにクソガキな、名前で俺が恥ずかしいね。な、おい、な、おい、頭下げんなと臭いから、な、靴、匂いつけんね。笑ってるやん、お前、な、な、口元笑っとるやん、な、な、な、おい、これだ、な、もう真剣な顔できんのか、たぶんね。これは真剣な顔なんや。な。2枚ね。もう絶対許さんからな。お前の顔だけで絶対覚えてるからな、お前と。なあ。なあ。なあ。のう。なあ、もう言い訳せえや。のう。の好きなだけ言い訳しときや。何も分かってないから。な。な。それは俺映ってへんねん。俺後から来たとこ用事で来とって、後から寄ったから。その時に携帯取られてるから。防犯カメラ映ってやろ。はい。ほら、携帯取られてるの。はい。今から映ったよ。俺あんま映ってへんの。縦向けば横向けば俺の勝手やんの。ちゃうの。なんでお前笑っとんねん。おい、お前、何笑っとんねん。笑ってるやん、ずっと。おい、うん、舐めとんか、ほんま。お前、頭おかしいんじゃん。え、藤崎さん、それ見てどう思う？何が反省しとんねん、お前。あ、その後に俺、あれやで。な、携帯取り上げられてる。俺、それ別で、はい、別で、はい、高槻の方用事やったから。はい、それで寄って。だけやから。なんで怒れて普通の対応なんここの。どうすんのこれ。謝るって問題なの。飲みたいもん食べたいもん買われへんねんで。お金払えへんなんか言ってないやん。で迷惑行為って言われてんねん。どういうことなの。もうたく話でけんかったらもうな。来た意味ないで。うん、ほんまに。なあ、どうすんの。あなた別に来ていらんって言ってん。謝ってその問題。あなたの上を呼んでって言ってんねんけど。でもあなた話できるか聞けんやろ。聞いてんねんやろ。うん。どうすんの。なあ、ただってなんなん。なあ、言っていい。なあ、もう12時間寝てへんねんけど、僕。12時間以上寝てへんねんけど。精神的苦痛やろ。これ1時半ぐらいの。ことやねんか、夜中のずっと起きてんねん。1時間経ってくるよか、1時間ずっと待ってこれ、どう集中つけんの。確かに、あのお客さんに対するあの接客っていうのは正直あの絶対あったらないと思う。人に関してはあの無理やと思うで。いや無理やって。だってこの子がこんなんやねん。まあ、聞いたら親子やん。この親にこの息子ありやん。な？話慣れへんから電話し呼んでんねん。来て一緒やねん。これのしつけが悪いからこういうことなってんやろ。でもこれのしつけが悪いこと自分が悪いってことやで。なあ。その人間呼んでもしゃあないからその上を呼べ言うてんねん。で、なんで自分が来るん。一応まあ、管轄警察の管轄してるのは一応私なので、うん、あの、まあ、私の上が仮にまあ、呼んだとしても対応の方は、まあ、
謝ってその問題ちゃうって、だから。私の方から謝ってすまへんって。ほんで？ほんで、だからどうせ。うん、はい、だからうまくない。はい。汚いでしょ。うん。だからどうすんの？ごめん、汚い。いいっすよ。私、赤の他人に頭おかしいって言われてんねん、このクソガキに。もしやら。なあ。どうだ？うん。聞いてるやんな。人間損害どつき損ねてるからな。周りおらんかったらどついてんねんこいつ。オーナーはオーナーで障害やんな。触ったあかん肩、お前病気の人の肩を触るってどういうことやん。全然分かってなかったんで申し訳ございません。病気肩が痛いっていうぐらいはちょっと待てないと思って、申し訳ございません。もしもし、毎度。え、なに、あれ、なんで、申し訳ございませんでした。来てもまあ死なないで、何の話できるん。まずこの人来て、は、内容の把握もせんと、空でずっと謝ってんねん。わかる？あなたの部下。うん。で、なんで謝ってんのって言ったら、内容わかってないねん。うん。で、内容聞いてきてって言った。まあ、この人にも言った。まあ、聞きます。で、この上の人間呼びます。電話で連絡で電話しました。こっち来るって言ってました。待ってます、こっちは1時間かかる言うから。うん。その間に前で聞けるやん。まあ、聞いてて。知らんで。何にも言いに来えへんかった。車突っ込む言うてんで。ファミマに。なあ、何も言いに来えへん。ファミマに車突っ込む言うてんで。知らんで。内容も何も把握できんと、ずっと謝ってんねん。もういっぱい電話かかってくるやんけ、いろんな人から。で、内容聞きに行きます。内容聞きに行きました。警察来ます。何にも言いに来へん。何しに来てんのお前って話やん。